4月中旬のスペイン、バルセロナ、サンセバスチャン、4泊5日旅行、3日目。バルの開店前、散歩がてら、サンセバスチャンの市街地を歩いて、とある場所まで行ってみた際に撮影した動画になります。すがすがしい朝、自分が散歩している気分になって、ご覧いただければ幸いです。ちなみに、目的地はここと、ここです。最初の目的地に到着しました。サンセバスチャン大聖堂です。19世紀に建築され、1897年に封建、中世ドイツの教会を彷彿とさせるネオゴシック様式の建築となっております。最終目的地は、スターバックスです。
このエウスカリはスペイン語でバスク地方という意味で、サンセバスチャンのご当地マグになります。無事目的を達成できたので、ホテルに戻ります。次回はサンセバスチャン、バル巡り、昼のブアゲイン、夕方バルセロナに戻ってからも爆食いをお届けする予定です。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。